心臓を貫いたのに、しぶといね、話はまだ続くの。俺や貴様の生まれた星、惑星ベジータが消えてなくなったのは巨大隕石の衝突のせいじゃなかったんだ。それ以上喋るな、死を早めるだけだ。フリーザがやりやがったんだ。俺たちサイヤ人はあいつの手となり足となり命令通りに働いてたってのに、俺たち以外は全員殺された。貴様の親父、俺の親である王も、フリーザは力をつけ始めたサイヤ人の中からスーパーサイヤ人が生まれるのを恐れたんだ。よく言うよ。